暴行を受けた患者が10人以上に上る可能性が指摘されました。八王子市の精神科病院で看護師が入院患者を暴行したとして逮捕された事件で、告発した弁護士が会見を開き、患者の悲痛な声を訴えました。怯える患者を容赦なく叩き、ベッドに押さえつける職員。八王子市の精神科病院、滝山病院で撮影された、職員が入院患者に暴行を加えている様子とされる映像です。この事件を警視庁に告発した弁護士が今日記者会見を開き、映像を公開しました。数名の心ない職員による偶発的な、虐待事件だというふうにはあまり、思えない。どちらかと言いますと、病院全体にこういったことが蔓延しているのではないか。警視庁によりますと、滝山病院では看護師ら4人が去年1月から4月にかけて病院内で複数の患者に暴行した疑いがあり、14日には4人のうち1人の看護師の男が逮捕されています。会見した弁護士は、おととしの夏ごろから虐待被害の相談は入院患者10人ほどに上り、一部の患者は違法な身体拘束をされていた疑いがあると訴えています。このまま連れて帰ってください。病室に帰ったらまた殴られます。どうしても連れて帰れないんだったら、もうここにずっと一緒にいてくださいというふうに、ずっと泣きながらおっしゃっていた方がおりました。また虐待の情報を得た東京都はおととい、病院の立ち入り検査を実施。職員や患者の一部から虐待についてやっていたと聞いたことがあると証言があったということです。さらに去年6月の定期検査では、虐待に関する研修が十分でなかったとして都が指導を行っていました。虐待が日常的に行われていた恐れが出てきた今回の事件、警視庁と東京都が現場の状況を詳しく調べています。